皆様、本日もランデンをご利用いただきましてありがとうございます。ランデン沿線春の風物詩桜のトンネルライトアップを今年は4月1日から実施しております。この電車も次の高井口駅までの間、車内灯を消灯し減速運転を行います。短い区間ではございますが、幻想的な世界をお楽しみください。それではただいまより消灯いたします。ありがとうございました。まもなく高尾口に到着いたします。では桜のトンネルライトアップ、今年は4月の9日日曜日まで行います。ご乗車ありがとうございました。高尾口です。9日だったら来週してから